吹きの屋根吹きは屋根吹き手法の一つで木の薄板を幾重にも重ねて施行する工法である。日本に古来伝わる伝統的手法で多くの文化財の屋根で見ることができる。なお、と、柿とは非常に似ているが別字である。は、コケラ落としのコケラ同様、木片、木屑の意味。ただし、両者は混用された。板吹きの一種であり。 薄く短い板を重ねて吹く。曲線的な造形も可能で、優美な屋根を作ることができ、主に書院や客殿、高級武家屋敷などに用いられた。対応年数は25年程度とされる。また、瓦吹きの下地として用いられることもあり、土井吹きあるいはトントン吹きと呼ばれる。用いる、苔ら板の厚さにより、以下の種類がある。吹き最も薄い板を用いる。 板厚は2から3ミルメートル。普通1枚ずつ釘で打ち付ける。特産吹きこけら板よりも厚い板を用いる。板厚は4から7ミルメートル。最も格の高い吹き方とされ、戦闘御所などで用いられたが、現在ではほぼ使われない。区吹き最も厚い板を用いる。板厚は1から3センチメートル。東北地方でよく見られる。 吹きの構造見本延暦寺根本中道回廊の、く吹き上げひのキ、サワラ、杉、えのきなど、筋目がよく通ってそぎやすく、水に強い材木が用いられる。地方によっては栗や、薪も用いられる。特札吹き役吹きにも、特や役脱ぎが材料として用いられるわけではない。原木を30センチメートル程度の輪切りにし、刃物でまず耐水性に劣る偏材を落とし、 次に六内誌八等分に放射状に割る。次にマサメ取りに割り裂いて3センチメートル程度の厚板を取る。板幅を揃えた後に決まった板厚に割り裂いて仕上げる。板を裂いて作ることから、板を重ねた時に間に、適度な隙間ができ、毛細管現象により水を吸い上げることを防ぎ、耐久性が増す。このように原木を割り裂いていくため、節があるような原木では、 コケラ板は作れない。材料の確保には、手の行き届いた森林が必要であるが、林業の衰退により、難しくなってきている。軒先に軒付け板と呼ばれる、化粧材で厚みを作った上から平吹きする。吹き足は3センチメートル程度を基本とし、左右の板の継ぎ目は上下で重ならないようにする。板は2枚重ねごとに竹釘で留める。この際、 耐久性を向上するため銅の薄板を挟み込むことがある。日光ではバチ型に成形した板を用いる。木目方向に割って作成した板材を使った吹きは通常40年程度の耐久性があると言われている。海外ではフローと呼ばれる道具を使い製材する。初期のコケラ吹きは板吹きに火渡吹きの技術を取り入れたものと考えらる。 大山住神社本殿や五福島神社拙者台、元神社は、創建当初に、日和田吹きと小ラ吹きの両方の技術的な特徴が見られる、板吹きから小ラ吹きへの過渡期と思われる吹き方であった、ことが修理で確認されている。小ラ吹きという名称が確認できる最古の文献資料は、遠のミネリで、現存最古の小ラ吹きは、法流寺制令院内の図紙であるとされる。 江戸時代までは、区吹き、特産吹きも、斜寺建築に使用されていたが、板が厚く、直線に近い屋根しか吹くことができないことから、薄板で自在性が高い吹きへと次第に移っていった。三仏寺本堂のように、混流当時は、区吹きや特産吹きであったが、後世の修復で吹きへ変わった建築物も数多い。よって、現存する板吹きの文化財は、多くが吹きで、区吹き、 特産吹きは少なく屋根職人もほとんどいない。吹きの金閣。原田隆史2005、P24。原田隆史 1999,P33。今和次郎。開港日本の民家相模処房1943年、P43。ABC 原田隆史 1999,P22 から30。区吹き模型によるご紹介箱根石書。 箱根関所資料館 AB 原田隆史 1999P95 から99原田隆史 2005P19 から21原田隆史 1999P157 から162ありがとうございます。